おはようございます。黒バラ軍団のタクです。本日のターゲットホールはアミューズ堺店さんです。朝一を約30人ぐらいの中、僕の抽選番号は8番でした。本日の立ち回りなんですけれども、黒バラメンバーの他の動画を見る限り、まあ、そういう傾向は強いんじゃないかなと思うんですけれども、前日ホールさんが寝台入れ替えのため休みだったので仕込みができておりません。なので、朝一はまず、ホール内入ってから状況をできるだけしっかり把握して打つ台決めていきたいと思います。ただいま D ランクで2連敗中なので、本日どうしても3連敗するわけにはいかないので、まあ、いつもよりシビアに立ち回っていこうと思いますので、応援よろしくお願いいたします。お願いします。末ではちょっと朝一学訓チェックからしていきたいと思います。勝負じゃ。学訓なしです。学訓なし。学訓なし。学訓下っぽいですね。もう一回見ます。多分これ学訓しましたね。今朝一できるだけちょっと情報収集しようと思って、まあ、打たずに回ってたんですけれども、例えばオーストラリーマン番長の前日前々日 の、 内蔵データが見れないのと、あとアミューズさんが自社アプリ作ってて履歴がいい時見れたはずなんですけども、それも前々日からの履歴が見れないので、ちょっと後追いで酔い越し何ゲームになってるかっていう情報も全然得られないので、ちょっと今んとこ朝一リセット状況を把握するのだけでも結構厳しい状況ではありますね。では朝一は北斗の拳転生のショーから打っていきます。で今学訓チェックして、おそらく学訓した台を、リセット狙いで打っていきたいと思います。1台目の北斗の拳転生の章なんですけども、ちょっと小役引いて伸びたんですけど、130ゲーム130アベして、全長来なかったので、まあ、おそらく末置きの子じゃないかなという状態なので、一旦ここでやめて他の台探しに行きたいと思います。はい、では、北斗の拳転生の章2台目なんですが、ちょっとがっくん若干怪しかった台なんですけども、ちょっとデータで回転数だけ見れるんですが、今5日ぐらいノーボーナスなんですけど、4日前に、253ゲーム回ってるんで、おそらくこの日設定変更されてて2頃まで打ったんじゃないかなと、あくまで予想というか、まあ、希望的観測の方が強いですが、まあ、そこから当たってないんで、まあ、もしかしたら設定変更のモード B が残ってる可能性もあるんで、まあ、リセット判別もう一回しながら打っていきたいと思います。まあ、32アベシから全長入ってるんで、一つ言えるのは、2頃付近やめの据え置きの可能性はだいぶめちゃめちゃ低くなりましたね。この台の今の状況を整理すると、まあ、まず運良くというか悪くというか、2ゴロ安倍氏まで点離しで打ったんですが、全長来たのが32安倍氏からのみ、
で、水曜日だと今トータルで510ゲームハマり状態ぐらいなんですが、全長加味すると、一番可能性高いのが、まあ、560酔い越しで安倍氏での全長が来ただけの場合だと今780安倍氏ぐらいで、仮に薄いですが、まあ、400安倍氏で全長来たんだとすると500安倍氏のところで全長来てないんで、おそらくモード B 近いんで、まあ、どっちにしろこっからまあ天井狙いに切り替えていっても期待値はギリギリあるんで、とりあえず当たるまで打ち続けていきたいと思います。283で定めるときです。まあ朝市の、32安倍氏だけ全長入ったのを考えて、ここで全長来たってことはおそらくというかほぼ今800安倍氏手前の状態ですね。296安倍氏待ってるんです。本日初制覇ですね。で今1280安倍氏くらいなんで、ちょっとここで決めたいですね。155安倍氏獲得です。思いきや追いつきましたね。とりあえずこれでほぼ最大天井までは行きましたね。なのであとは、まあ、どれだけ貯金ができるかってところですね。225倍しかくることです。当日845安倍氏、おそらく酔い越しで1380安倍氏ぐらいですね。で、都市 M 確定です。うわしかも左ファーストの黒ナビ出ましたよ。熱い熱い。これはで今投資が1500枚ジャストです。ほらやっぱり北斗ぞろい緑オーラでスタートです。バトル5セットで終了です。で今勝負玉7個まで溜まりました。よし OK。 久しぶり。ここでしたね。弱い。おお弱点 B から5個溜まりました。
あっという間に10個と溜まりましたね。ジャックチェリー A です。勝負玉2個で勝利です。9個使いました。で継続です。一発で勝利です。継続で6セット目です。確定でしたね。追加で、勝負玉3個消費で継続です。勝負玉15個です。勝負玉4個で継続で、で10セット目です。で今、一撃でとりあえず投資分の1500枚追いつけました。勝負リプレイで2つ上乗せです。勝負玉17個です。全部使い切りましたけど継続しましたね。で11セット目です。勝負玉1個です。はい、というわけで11セット1753枚で終了です。
137安倍氏で解除なしです。今 AT 終了後少し言って今現在162安倍氏なんですけども、伝承モードも今伝承もないのでここで一旦他の台見に行きたいと思います。次はこのアイムジャグラーなんですけれども、この台、今のところですけども、まあ近日大体設定4-5ぐらいの数字になっていて、まあ、アイムジャグラーの中では一番強い挙動してるんで、この台打ちながらマゾン狙い天井狙いできる台待つって感じで打っていきたいと思います。次はこのアナザーゴッドハーデスなんですけども、今ノーボーナスで255ゲームで、もし前日からの据え置きであれば、今余裕越して730ゲーム近い状態なんで、これ800のヘルゾーンを狙ってゾーン狙いで打っていきたいと思います。当日327ゲーム、これで2日じゃない、昨日からの余裕越しだとちょうど800ゲームです。はい、余裕越しで今820ゲームほど打って、ヘルゾーンないのでここでやめて他の台探しに行きたいと思います。はい、では次はハッピージャグラーなんですけども、こいつもまあ中間設定はありそうな現状の数値なんで、同じようにゾーン狙いできる台ができるまでこの台打っていきたいと思います。めっちゃ綺麗なダメですね。で、全ショートしたんでビッグ確定です。212ゲーム、単独のビッグですね。20ゲーム、チェリー重複のレギュラーバランスです。12ゲームチェリーチョフのボーナスです。ビッグボーナスです。よし、これで多分350枚ぐらいサマイでプラスに持っていけましたね。お、85ゲーム先っぺかです。あ、すいません。単独ですね。単独ビッグボーナスです。285ゲームチェリーチョフです。これビッグだっけな、確か。あ、レギュラーでしたね。285ゲームレギュラーボーナスです。89ゲーム先ペカスで単独のレギュラーボーナスです。126ゲーム単独のボーナスです。ビッグボーナス。10ゲーム先ペカです。あ、単独のビッグボーナスです。
よし、これでもしメダル自体が2000枚多分超えたと思うんで、結構プラス5、600枚まではいけましたね。75ゲーム単独のレギュラーボード138ゲーム今先がコートになったんでビッグ確定です。単独です。でまあこんぐらいでねコンサートに光ってくれたらだいぶ楽っすよ。106ゲーム先ペカっすね。単独のビッグボーナスです。142ゲームレギュラーボーナスです。20ゲームで先ペカです。単独のビッグボーナスです。116ゲームチェリー重複のレギュラーボーナスです。64ゲームザキペカ単独です。レギュラーボーナスです。今このしばらく打ってるハッピージャグラーなんですけども、今だいたい4300ゲームトータルで回ってて、まあビッグとレギュラーこんな感じなんですけど、まあビッグ確率が今287分の1でレギュラーが269分の1で、合算でも135分の1ぐらいですかね。なんで結構高設定期待できる状況の台にはなってきてますね。で今僕のサマイ状況的にはプラス大体500枚ぐらいなんで、ちょっとロック確信できる状態ではないんで、まあ、例えばここからレギュラー確率が極端に悪くなってきたりとか、例えばサマイがちょっとマイナス域に行ってしまうようであれば、まあ、そこら辺のタイミングで逃げようかなと思います。で449ゲームサコが先がこで単独のビッグボーナスです。あ、今多分聞こえなかったと思うんですけど、フライングでスタートになったんで、あれですね、ビッグ確定ですね。して単独で1回外しましょうか。あ、やっぱそうですね、単独のビッグボーナスですね。確か136ゲームですね。今マシダハッピージャグラーなんですけども、今トータルでこの台4800回でオーバー回したとこで、
まあ、レギュラー確率だけで言っても、304分の1と、途中まで良かったんですが、今まあせいぜい設定4という数字のついてきて、なおかつ今持ちメダル、まあ、2500枚近くあったものがもう2000枚切ってるって状態にまで減ってきたんで、ちょっととりあえずこの台やめたいと思うんですけども、今からちょっとゾーン狙いできる機種もなく、で今もう時間もちょっともう9時回ろうとしてるんで、まあ、この切りのいいタイミングで今日の実戦は終了にしたいと思います。ありがとうございます。回収が1948枚でした。お疲れ様です。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですけれども、朝一早いうちに1500枚っていう投資作ってしまったんですが、まあ、天性の北斗揃いや、中間設定はあるんじゃないかってもハッピージャグラーに座れ、まあ、そのハッピージャグラーも、結構確率以上にボーナスが引けたりで出玉を作ることができたんで、まあ、今日勝利することができました。まあ、ただ本日まあ立ち回ったというよりは結構運に助けられて勝てた部分があるので、まあ、次回もうちょっとしっかり立ち回って勝てるように頑張りたいと思います。で本日の結果なんですけれども、投資が1500枚、回収が1948枚、サマイがプラスの448枚でした。で本日なんとか3連敗を逃れることができたんですが、まあ、ここから2連勝3連勝目指して、仕切り直してランクアップできるように頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。